このまま行きますか。セリフがいちいち面白い。たとえ来なかったとしてもね、あのそこにいることに意味があるから。ああ、こいつはまだ盗めないんだったよね。ね、結構強いのでこいつ、うん、ちゃんと対策しますね。ヘイストで手数を増やす、まあ基本ですね。まあ、そうするとターンが早く回ってきます。で、あとはレナにもヘイスト。これだけもだいぶ変わってくるでしょう。ダメージ減りましたね。じゃああとガラフも大丈夫でしょう。あとはあ踊るモードの踊るシーンあった。わー来た。俺が悪かった。ヘイスト4人で来られちゃう。プロテス手も足も出ないぜ。なんだその手の呪文を唱える動きは。シェル手のは嘘ですか。ジャンプ強っ。あべ暴徒化してるこれ。クソヘイストの力がこれ。え、なぜ治療する。あ、そして踊るにしなかった。たまに出るこのダメゼロがちょっと、まあ、ありがたいんだけど。助けて剣の前。あのジャンプじゃなかったらどうでもなるけど。カーソル記憶にもう一回戻すかこれ。下ってんな。もうプロテスのせいでダメージが全然。なんか治療っていう謎ムーブをしてるので、まあちょっと余裕はできてるけど。そして剣の前が出ません。来た。まあこの戦闘はね AVP とかないので、城までじいさんの癒しで立て直しましょう。じいさんばあさんの老後ためにね、定年迎えたじいさんばあさんだけでね喫茶店を営んだら結構儲かりそうなんだけど、どうでしょうかね。まあじじばばだけ集まっちゃうからダメかな。それは踊り子を戻すか。いやー、しかし踊り子はこんなに強いとはなーって改めてちょっと感じるけど、ここもまっすぐかな。まだ合ってないのが、うん、後ろのネオガルドですね。
あ、回復しちゃった。ライブラ、まあ、ライブラしても多分剣の前で沈むと思うけど、27980特にない、うん、弱点を教えてくれるわけじゃない、あ、弱点、あの吸収を教えてくれるわけじゃないからね。レベル19、うん、みんなこの辺の素数で抑えたいな。さあ来るか、バリア、おお、豪華になってる、バリアが。そしてね、こっから怪奇連勝、飛ばされるバツたち、そして消えない炎。なんという、あのバリア台風。そして4人一緒の方向に飛ばされる。この辺もなかなか、まあ、突っ込みどころありますけど、ね、ここは飲み込みましょう。ね、いい大人は。グロシアーナ大陸。グロい敵がね、多いですね。わかります。まったく世話の焼けるやつじゃん。ちゃんとなんか言えてない気がする、今のセリフ。でも、嬉しいぞ。ジジデレ、ありがとうございます。さあ、どこに飛ばされたって言ったら、だいぶ北じゃないですか、ビッグブリッジから。なかなかすごい爆風だったってことは分かりますけど、はあ、ね、まあね、行きましょう。ここまた新しい敵がね、うん、まさか出てきますね。まあたまにはね、ちょっと今回術ばっか投げてるから、うん、別のやり方も、うん、試しましょう。タンコはよく発動する。で、このルレンタが、うん、あの水色のね、さっき出てきたウォーターバズもそうなんだけど、それは意図したね、ことではない。あ、チェンジじゃないよ、コンフィ。やはり操った方がいいか。あの毒が回っておる。あ、そっか、多分さっきはあのキマイラブレインは蜂の群れの毒を食らってそれで毒死したんだ。あ、終わった。あ、そういうことか。蜂の群れはね、あの毒効果もあるみたいなのでね、思い出したわ今。今度はなんか気持ちの悪いイカが出てきましたね。まああいつっても確か何もなかったと思うけど、多分今のクリティカルですかね、このアシュラの。海音波だもんな、使えるのが。全然大した攻撃ではない。
火音波はねレベル半ブースだけですから、ね、青魔法でもないし、ね、黒の衝撃はね青魔法なんですけどね、同じ技だもんね。でも黒の衝撃はめっちゃ MP 使うけどね。裏がありました。はい、お金今どれくらいある？2万2000か。いやー結構この辺金がねすぐなくなると思うんでね。黒魔法ね、うん、レベル4が売ってます。ドレイン、ブレイク、バイオ、続いて白魔法、ブリンク、シェル、エスナはあのね、先行入手してるんでね。コメット、スローが、残念。手持ち金ではこれが限界でした。本当に偏境だな。一切買えません。眠りの剣はね結構使えるんですけど、まあ魔法剣ありますしね。そしてこの幼女、ゴールドシリーズが売ってますが、これも大丈夫。衣は、ね、これもあの、ね、カルナックでね先行入手しますね。あ、レア盗みでリボン、あのガラフのリボンであよかったら。まああの幼女にはね、あのまた会っていきましょう。リボン見つかったかいって感じで。ああ聖水もねそろそろ欲しいよね。これくらいは持っときましょう。どうすっかな。あそうだ、ここはあコルナゴツボね。まったりとしたこの味わい、あそうだ、うん、隠しピアノがあったね、ここ。ドゥ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 。本当はこれ もっとゆったりした曲があのだったら多分聞きなじみあると思うんですけどね。はい、ミオ、このね、あの敵をもねあの一周するこのジジイのダンス、そうね、ここでアルバイトしてる動画もありましたね。あと23ダンスくらいすればあのリターンが変えるかな。やめた。4人分を取ったら満足しちゃった。それは近づけというフラグでしょう。モーグリの話。
本当に大丈夫かこの宿屋。まあ道楽でやってるだけかもしれませんね。まあリックスとかもああいうのもそうだと思うけど、いやしかしね、まあリックスの時でも話したけど、本当にうちのね地元は田舎で、ね、周りは田んぼとかに囲まれてね、あのゴールデンウィークとか、ね、みんながお出かけするようなね時期にね、あの田植えやね稲刈りを手伝わされて、まあそれなりに、うん、まあなんか羨ましかったりしますけど、農作業もまあ悪くはないですよ。そしてね、あのね、あの一仕事した後のね酒は本当にうまいですね。ね、もちろん子供の頃はねそういう気持ちが、大人の気持ちがわからんかったけど、実家に帰ってね、あの親とね、あのまあご飯食べる時くらいはね、あの酒は付き合ってます。普段はそんな飲みません。ちなみに日本酒は、日本酒もねまあ飲みますけど、あの割と、すぐダメになります。まあ日本酒をねもう煽るように飲める人なんてそんなにないでしょうけど、いいね、このなんかね罰重いね答えてくれるカラフ、ね、結果としてねそのまあバリアの直撃受けずにね、あの済んだっていうのもありますけど、ね、罰がねその異世界に行くね、あの相談をね、あの3人でした時にね、もう仲間だからというね、もうそれだけで、まあ、理由は十分っていうことですよね。そしてそれをね、あのちゃんと受け止めるからも、ね、記憶が戻ってからも、ね、そういうねめへへやばいな、ちょっと あのアパートだから隣のね人にちょっとなんかなんだあいつって、ね、壁伝いで聞こえてなきゃいいですけど、はい、まあちょっといろいろ遊んじゃいましたけど、まあリターンはまたね、あの改めて買いに行きましょう。まあ、時間もそろそろあれなんで、まあ一旦セーブしてまたね続きは休憩後に再開しましょう。